お宝探索隊やったー。旦那の崎村です。石井です。飾り役クラスの永井萌香です。あ、よろしくお願いいたしま す, お願いします。さあ、今回もお宝探索隊三島大通り商店街舞台にお届けしていこうと思いますけれども、はい、やりましょう。現在ですね、はい、この収録を行っている日が2月3日でございます。なるほど、2月3日だ。2月3日といえば萌香ちゃん、節分です。今日は節分ということで、はい、今回はですね、はい、この三島大通り商店街にちなむ、うん、そして節分にちなむものを我々今回挑戦しようということでございます。だいぶちなむね。では、うん、タイトルから発表させていただきます。どうぞ。はい、中央町に鬼が出る節分豆まきに参加しよう。鬼が出るんだ。はい、なるほど。まあ、節分ね、まあ、一般的に皆さん豆まきよく一般的にあるじゃないですか。そうそう、やりますよ。これがですね、三島踊り商店街も当然豆まきあるんですけど、うん、結構大きいこうちょっとイベントといいますか、はい、ちょっと一大行事としてやられていることがあるということで、鬼が出るっつったもんね、はい、今回お宝探索隊はそこにですね、はい、我々参加させていただけることが決まりまして。なんじゃろうね。実際に三島踊り商店街の方々と一緒に、はい、その節分豆まきをやらせていただくと、非常に貴重な体験をさせていただけることが、この後我々担当される方々のところに行ってですね、いろいろ準備を今からしますので、で実際に三島大通り商店街での節分に参加させてもらいますから。うわ、ちょっと楽しそうね。どうですか。まあね、今年まだ始まったばっかりですけど、まあやっぱり今年1年いい年になるっていうね。そうね、そういう願いを込めるのが節分ですから。そう、邪気を払いに行かないといけないからね。ですので今日は我々そういう意味で厄払いをそうね、ちょっと行いたいと思います。やっとこうよ。もう今年こそいい年にしよう。そうですね、うん、はい、ということで、まあ、どんな内容なのかは見てからのお楽しみということで、はい、行きましょう。お宝探索隊スタートです。さあ、場所を移しまして、はい、こちら中央町にあります八坂神社、うん、やってまいりました。非常にこうね、静かで厳かなね、場所でございます。カメラ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 。あなたこういうの大好きだから分かるけど、うん、ということで、まあ、八坂神社でこちらで、実はこちらにその中央町の集会所がありまして、はいはいはい、こちらでですね、その節分豆まきの際に、はい、ちょっと我々これからお着替えをします。え、はい、着替える。そうです、節分豆まきに参加するにあたってふさわしい格好というのを我々ちょっと3人今回ご用意いただけているということですので、なんだろうね、これから着替えますんで。ふんどしとかじゃないよね。怖いんだけど、ちょっとふんどしだったらいいと思いますけどね。ちょっと待って、怖い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 。じゃあもう早速着替えに行きたいと思います、はいはい、我々がもう今からこうくるっと一回転するともう衣装変わってるっていう。皆さん大丈夫？それやります。編集大変じゃない？大丈夫です。大丈夫？どうしてもやりたいんで。わかりました。いいですか？はい、これ回り方とか覚えておいてください。わかったわかった。いきます、はい、せーの。はい、ということでございまして、それぞれ各自衣装切り替わりました。はい、はい、まあ、まずね、じゃあ僕から、はい、僕はもう見てください、お奉行様のようなね、お着物、はい、着させていただきまして。すごいね、やっぱデブだから似合うね。いや、かましいわ。恰幅がいいから、まあでもね、だいぶ様にはなってるんじゃないですか。なってるなってる、はい、本当無礼者は本当島流しにしますよ。お奉行さん、すいません、いくらでもできますからね、こちらは。はい、ということで僕はこういう格好、はい、そして石井さんは。僕はですね、なんともともと全身タイツにただの鬼の面の、まあ、鬼の中のモブ、うん、一番最下層の鬼だったんですけど、ちょっとそれじゃあねなんて言われて、うん、雷神です。おー、すごいすごいね、一応結構豪華な、はい、風神もいます。まあ鬼は鬼なんですけどね。そうですね、そこはちょっと脱却できなかったんですけど、まあ、鬼のリーダーみたいなポジションを石井さんにやらせていただくことになりました。はい、もうバッタバッタ投げ倒していきます、はい、そして萌子ちゃんはお店の人ということでいいですか？違います。そうね、私は鬼メイドということで、はい、可愛らしくお着替えいたしました。あの鬼メイドということでっていうのがもうよく違うから、なんかのコンカフェの店員さんみたいな。節分でそのね、
豆まく人、鬼は聞いたことあるけど鬼メイドって聞いたことないですよ。鬼メイドは聞いたことない、これ聞いたらあの本人の強い希望でこうなったんですよ、ね、なるほど。私ももともとはあの石井さんのような、うん、全身タイツにあるよ鬼みたいな提案されたんですけど、いやさすがにと、さすがにということ で結果鬼メイド聞いたらアイドルだぞと。そうです、そりゃそうよ。まあでも可愛らしい感じ、ね、かわいい、かわいい、ありがとうございます、はい、まあでも鬼は鬼です。ですから今回結論から言いますと、石井さんともえこちゃんは鬼です。なるほど、鬼です。鬼側をやっていただきます。討伐される側なんだね、はい、僕らはね。でちょっとどんなことをやるかということをですね、ちょっと関係者の方に詳しく伺おうということで、はいはい、今回中央庁の秋元さんお越しいただきました。秋元さん、はい、ちょっと今日ね、はい、我々この町長の節分豆まきに参加させていただけるということで、はいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。まずは我々今回ちょっとこういう格好をさせていただいたわけですけれども、はい、まず僕の役っていうのはどんなことをする役なんですか。いや特にないです。えほらちょっとこういう形っていうのはやっぱり必要かなっていう、直接豆まくわけじゃないし、大名行列じゃないけど、まあもともとこういうのなかったもんで。え、雰囲気作り。そういうことだから僕らはちゃんと役割ありますよ。鬼だからね。鬼ですもんね。君は雰囲気です。雰囲気です。あとは大黒さんとか恵比寿さんっていますから、はいはい、その人たちは重要な役で、そうそうそう、僕はお月見。豆配りって言ってたから。豆配りひらがな。鬼は実際どういう役割というか、この節分豆まきの時にはどういうふうに振る舞うべきなんですか。もう脅かしてください。あ、もう一言も喋っちゃダメです。え、なるほど、封じられましたね。はい、はあはあ、もうただ歩いてるだけ。もうしっかりと鬼になりきってもらう。こういう感じで歩いてもらう、うんうんうん、実はこの雷神の格好は前回までねされてたんですよね。あ、自分が秋元さんが先代だった。そうなんです。私はこの最初からずっと。僕もだからお師匠さんですよ。僕は2代目襲名されました、ね、じゃあもう本当に動き方だったりとか、そういうのも全部じゃあ秋元さんがしっかり直伝で受けて、そうですね、ちゃんとやってほしいということですね。中央町の節分豆まきっていうのはいつぐらいから始まったことなんですか。もう10年ぐらいになると思うんですけど、まあ、大社が、うん、やってるということで、はい、お客さん寄っていただこうということで、うん、責任者の方と一緒に話して、うん、いや始めました。なるほど、はい、じゃあ三島大社の方でやってる節分と合わせて、はい、そうです、4時に豆まき終わると、はい、と4時15分頃か今4時半ぐらいこう出てくると、うん、じゃあそこに合わせてここでドンドンっていう音がすれば寄ってくれるんじゃないかと。なるほど、ちょっとこの商店街に人を集めるために。そうです、そうです。中央町でも、はい、まあ、三島踊り商店街全体でやろうと、はい、そうです。はあ、これがきっかけだったということなんですか。これ実際に始めてから、はい、その狙い通り人はやっぱ集まったんですか。最初はもうこうあんまりそんな人は出てはいなかったです。なるほど。これがこう年数重ねていくうちに、はいはいはい、どんどん増えていって、すごい人数になりました。へえ、はい、そこの道路に満タンです人。本当にすごいです。なるほど。本当に危ないぐらい人は。そうですか、はいはい、すごいですね。で皆さんその鬼に向かって豆を投げると、はいはいはい、いうことですから、結構本当にこの商店街にとって大きいイベントなんですよ、ねね、そこに参加させてもらえるのは光栄ですけど、雷神と鬼メイドの役やらしていただけるんですよ。鬼メイドはこっちサイドで勝手に用意してるから。どうですか、10年の歴史で鬼メイドっていうのは初登場ですか。いや、ちょ昔ラムちゃんみたいな、あ、感じの方もいましたし、あと子供、うん、子供たちも集めて、うん、町内の子供たちを集めて 5人6人やりたい子がいたらっていう子鬼をもう一緒に参加させていただいたこともあります。可愛らしい鬼は今までもいたけど、あ、まあ、メイドはじゃあ初めてですね。やったー、先駆者ということです。すごい綺麗で、びっくりしてます。いやでも本当に思いっきり豆ぶつけてもらいました、ね、集中攻撃で。どういうふうにこう進めていくんですか。まずは我々が、はい、他にもいらっしゃるんですね。多分太鼓とか、まあ元気悪魔の方とか先行って、はい、あと恵比寿さん大黒さんも先に行くと思う、はいはい、で先に行ってお豆をこう配ったりなんだり、まあ、はいはい、今回どうなるかわからないんですけど、うん、であって袋に入ってるんですけど、うん、それをこう渡して皆さんの参列の方に配っておくと、うん、配っておくと、で私たち鬼は後からゆっくり、ほう、なるほど、でその豆をもらって、うん、と鬼が来たら鬼にぶつけてもらう、ぶつけてもらう、はい、じゃあそれ鬼に豆をぶつけるポイントみたいなのを用意しておいて、はい、そこであ、もうぶつけるのは歩きながらでも何でも、もうどん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 巻いてもらう。
うわすごいじゃん。で町内の方も持ってるので町内にもともと配ってあるんです、はいはいはい、でお店の中からこうやって。はあ、じゃあ結構鬼は本当重要ですよね。しっかりと厄払いをしてもらうっていうことですから、はいはい、そうね、うん、で大体ルートでいうと、はい、三島踊り商店街どの辺まで、ここから浜寿司まで行って、はいはいはい、で浜寿司を渡っていただいて、はいはいはい、で奥の麹屋さんっていうお店屋があって、はい、そこまで行って一回ちょっと帰ってきて施政品して、本庁のマックスバリューの場合まで、はい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 、であそこで渡ってもらってまた今度投信してきてっていう、はいはいはい、結構じゃあ本当にぐるっと、はい、ぐるっと楽しそうね、うん、なかなかこうね練り歩いてなんてイベント参加したことないから、うん、まあもうバッタバタ投げ倒してきます僕は。そうですよね、うん、雷神なんでね実際にそこでだから鬼としてしっかりとということですけど、うん、そうですよ。あとはどうですか秋元さん、はい、ここね2代目のこの雷神に対して何かアドバイスってあります？はいはい、絶対に道路側に対しては脅かさないといけない。なるほど。特に子供たち、うん、そうですね、外出ちゃうと危ないので、うん、店側にやってください。ただこうに逃げちゃう子もいるんですけど、うん、まあまあその辺はこう鬼も見て、ね、まあ鬼以外の人もついてるんで、うん、こうやってやるっていうのはあれなんで、そこだけは気をつけないと、うんうん、このイベント自体がなくなってしまう可能性があります。そうだ、もう引かれるならもう僕自身と。そうです。そう、それも困るんですけどね。意外と冷静ですね。当たり前です。誰一人も怪我人は出しちゃいけないんです。そういうことです。雷神の方はそうじゃないですか、はい、ウニメイドの方も同じく普通に歩いてくれれば多分皆さん振り向くと思いますよ。ちょっとこう花がありますもんね、はい、そういうことです。人集め的なところも期待したいですよね。そうです、ぜひお願いします。いいなって言ってね、絶対そうなると思います。厄払いとともに癒しもね届けられたらなと思います。メイドなの で、ね、で豆投げられて痛いとか言っちゃダメよ。ダメですか？いやいや、それ結構ですよ。あ、言っていいですか？言っていいです。逆にいいかもしれない。すごい優しい。すごい目がエロ目になった。鬼側はじゃあそういうところで、はい、まあ、安全に気をつけながら、はい、しっかりと皆さんを怖がらせると。そうですね、はい、はい、私は豆配りの方がいい。ごめんなさい、ちょっと奉行って言ってたんですけど、すみません、僕妖怪豆配りです。こっちサイドじゃん、ええ、もう妖怪だったら、はい、とにかくでもこれはもう10年続くね中央町の大きいイベントなわけですから、うん、はい、その名にちゃんとねお目を残さないようにしっかりとやり遂げましょう。はい、はい、ということでこれからじゃあ秋元さんよろしくお願いします。節分豆まき間もなくスタートでございます。よろしくお願いします。もう最初八坂神社で一回参拝するそうです。よし、行きましょう。よし、行こう。じゃあ皆さん気をつけて行きましょう。はい。はい、いいですか？鬼来ますよ。投げて、2個で投げちゃって。いいよ、これ投げちゃっていいよ。はい。石井さんこれです。石井さんこれです。投げてください。投げてください。はい。はい。投げて。いいぞ。鬼に投げちゃってください。あ、みんないいよ、みんな、はい、みんな、はい、鬼に投げて、鬼に投げて。うわ怖いね、うわ怖い、うわ怖いね。豆投げてください、投げてくださいね。はい、投げてください。豆投げてくださいね。はい、はい、豆投げてください。
皆さんいいですか、そう、鬼投げてください、鬼投げてください、はい、今こっち来ます、はい、すごい人になってきてるから、投げろ、ぶつけろ、ぶつけろ、ぶつけろ、いけ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 、みんな止め、どうぞどうぞ、鬼にぶつけてくださいね、いやいや、ごめんねじゃないよ、大丈夫ですか、豆あります、豆ありますか、豆投げてくださいね、もうどんどん払ってください、払ってください、バチバチとどんどんぶつけてください、お豆持たせましょう、はい、じゃあお豆ね、はい、これ福の豆、福豆ですからね、豆投げていってね、石井さん疲れてないな、頑張れよ、あれテレビに出てる人だよね、そうだよ、もう一回カメラに向かって言っといて、テレビに出てる人だね、テレビに出てる人だね、ありがとう、イエーイ、イエーイ、変わってください、変わってください、変わっちゃダメだよ、鬼は変われないからね、全然鬼としての役目を果たせてないですけど、みんなね、全然投げてくれないですけど、あ、そういうことか、投げてくれていいのにな、食べてあげてくださいね、立ち向かうか、あげる、わかりました、どうぞ、ブラーブラー、お豆持ってますか、投げてください、投げてください、ああ、投げてください、自分からいかないと、ああ、そう、自分からもらいに行かないと、マイコになるように、彼はあの喋っちゃダメっていう金を破ってるから、ね、ずっと喋ってますよ、ガンガン喋ってずっと喋ってますよ、鼻に当たった、あのさ、結構通るからこの隙間、結構通るからね、ブクバッチャーだよ、お久しぶりました、来たよ来たよ、投げる投げて、あー怖い、あー怖いね、投げろ投げろ、こっち投げるの、見て見て、ほらーって行け、怖かったね、では多分彼投げられてます。どうしたの？よしよし。怖かった。はい、ありがとう。大丈夫。怖い。投げました。これいいでしょ、この時間になると、うん、この目がすごい目立つね、どうですか秋元さん、ここまでの石井さんはだいぶ子供たち泣かせましたけど、大丈夫です、ね、オッケー、ただちょっとピースしたのはダメ、あちょっともう秋元さんここ一番強いやん、ここ痛いんですよ一番強いやん、投げてください、ありがとうございます、博士ご無沙汰じゃないですか、もう思いっきりバチコイ行ってくださいよ、これは石井ですよ、あすごい、いいよいいよどうぞ投げちゃってください、はい、鬼は外
鬼は外。ありがとうございます。いい光景だ。ありがとうございます。フラワーは鬼は外って言って投げないと。豆投げました。どうぞ。鬼まだいるんで投げてください。ある？受け止めてあげて。あ、最後最後バイバイって。豆まきしますか。これもラストラスト。はい、行こう。はい、鬼は外で。はい、ありがとうございます。バイバイ。あ、すごい。最後最後は人間と鬼が一つに一つに。危ない。今心まで鬼になっちゃうところをあの子が止めてくれた。なんて感動的な人間優しい。あの石井さんがもう完全に鬼になりきっちゃうのをあの女の子が止めてくれました。これが人間。あの子がほら人間につなぎ止めてくれた女の子が。ありがとう。ありがとうって。ありがとう。すごい、人間と鬼が。ありがとう。感動的だよ。中央町節分豆まき無事に終了いたしました。ありがとうございました。ということでございまして、誰一人怪我人を出すことなくですね、いや本当にたくさんの方があの節分豆まきに参加いただけたんではないかなと思うんですが、まあ、秋元さんそして谷村さんにもお越しいただきまして、はい、今日ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。コロナで、この2年ってちょっとおとなしくやってたんですが、ちょっと今年はちょっとずつこう人が出てくれたかなと思ってます。ちょっといつものこの数年に比べればだいぶ人も多かったと、はい、そうですね、いう認識でよろしいですか。はいはいはい、谷村さんもいかがでした。あの結構楽しんでいただけた様子が伺えたんでよかったかなと思ってます。ありがとうございました。いやいやいや、まあ、やっぱ出る人が出ると違いますよ。ありがとうございます。本当にね。どう、もんこちゃん、そしてどうでした、やってみて。はい、私あの一応鬼の役目としてね、うん、いたんですけど、うん、鬼の役割は一切果たせた感じじゃなく。鬼メイドでしたよね、やっぱり。そう、やっぱりメイドの方になんかちょっとこう偏っちゃったかなと思ったんですけど、まあ、楽しかったです、とっても。ありがとうございます。はい、可愛かったですよ。ありがとうございます。あの、谷村さん、本番中にナンパするのだけは。子供たちがね、もう本当に心から楽しんでいて、そしてこの石に扮する鬼が何人子供泣かせました。すごかった。2桁は間違いなく泣かせたからっていう。でもそれはやっぱそれだけね、本当に子供たちが本気で鬼を怖がっているっていうことだから、すごい素敵なイベントだったと思いますけど、どう、鬼楽しかった？喋れない。疲れたの？あのずーっと子供たちに豆ぶつけられてましたけど、あれはやっぱり実際痛いんですか？あ、痛い。早めに行く。痛いよ。どうでした、石井の鬼の。いや、よかったんでしょう。よかった。100点満点中なら100点で。100点。ありがとうございます。じゃあちょっと石井さん取りましょうか。ここで任務完了ということでね。お面の至る所から豆がボロ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 。いや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 、やばい、石井さん鬼になっちゃったから、お面が、お面が取れない。この状態ですよ、もう僕。そう、意外と意外と取れないと思って。マスクだけして、マスクだけしてもらって。さあ石井さん、いかがでした？ちょっと聞いていた話と違うんですけど、うん、こんなに肉体労働でした。泣いてるの？いや、途中泣いてますよ、僕。いや、でも今日は本当 MVP は石井さんですよね。よかった。やっぱり石井さんがあれだけ子供たちとわっと向かったから、うん、本当にすごかったですよ、うん、途中の盛り上がりとか、うん、もう見てましたけど、本当に芸人人生一番こんなに求められた。初めてあんなに必要とされてた。面出てねえんだよ。面出てねえんだけどさ、めちゃくちゃ楽しかったけど、もうね、子供たちすごいね、本当に。僕が
ここね、鬼の鼻と口、ここから豆が入るっていうのを見つけた子供たちはもうみんなもう漏れなくそこに鬼じゃなくて中の人にダメージをね、やっぱ分かってるんでしょうね。その芯を多分潰していこうっていうことですけど、こっちの鬼の方がいろいろ動いてくるぞって分かってからはもうずーっと石鬼になってました。ビッターでついてましたから、あの僕いもうね本当にここだけなんですよ。本当に本当にここだけで、もう足元もおぼつかない状態で一回パッて振り向いた時にブワーって子供いた時に普通にちょっとえってなりました。普通にびっくりしちゃった。良かったですよ。いやだから大成功ということで良かったと思います。そうですね、ね、我々も、まあ、豆配りそして鬼やりましたけど、うん、ね、いい役払いになったんじゃないですか、ね、僕は途中で本当にすっごいやることなくなった時ありましたけど変わってくれよ、いつだって変わってたぞ俺は。一瞬カメラから外れてただ豆配った時にあれいかん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 と思って慌ててせめてカメラには映ろうと思って本当にだから途中豆配りやってた。本当にただ豆配りの人だった、ね、で僕ともう一人ね、あの先輩の方でね、豆配りの方いらっしゃったんですけど、どんどん配っていっちゃうのよ俺配る人いなくなっちゃってさ、そんなこと言うなよなんだよと思ってお金を不満出さないで、ね、空気を読めようと思っていい、そも彼にも彼仕事があった、どんどんおじいちゃん配っていっちゃうんだもん。仕事があったからそれはもうそういうことだから、あの楽しかったですね。楽しかった。おめでとう、貴重な体験ありがとうございました。ありがとうございました。そうなんですよ、今これ2月3日でこれ節分豆まき終わりましたけど、はい、ちょっとこの先今年考えているイベントなどもしあれば。そうですね、これで5月5日の日に、はい、大通りの歩行者天国を一応予定はしています。お、はい、そこ何かお店で出したりとかってことですか。そうですね、演者さんを少し来ていただいたり、うんうんうん、用意はしています。なるほど、はい、ちょっとそういうイベントも我々またお邪魔させてもらえればと思いますので、はい、よろしくお願いします。谷村さん、秋元さんも今後ともぜひこの番組どんどん出演してくださいね。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました、はい、ということで今回は中央線の節分豆まき我々チャレンジさせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ